どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今日の内容は、ね、分離不安ですね。分離不安って何かっていうと、人が離れるとワンちゃんが騒いじゃったりとか、あとは、暴れちゃったりとか、中にはね、不安になりすぎて体調を壊しちゃう子もね、いたりするんですけども、これ本当に、ね、なっちゃうとね、非常に大変、私たちも困りますし、何よりね、辛い思いするワンちゃんが一番かわいそうなので、こうならないようにしていただけたらいいなと思うのと、あとはそういう子たちとどう付き合っていったらいいのかなっていうのをね、今日お話ししていきたいと思います。まずですね、なぜね、人が離れることワンちゃんがパニックを起こすということが出てくるのかなっていうことなんですけども、基本的には人と一緒にいる時間が長い子で、なおかつ甘えん坊さん、人と一緒にいる時間を好んでどこにでもくっついてくるよっていう子たちの場合は、特にね、なりやすい傾向があるんじゃないかなと思っていて、だからって全部がなるわけじゃなくって、例えばうちの中で分かりやすく言うと、愛犬のジェットですね。ジェットは多分なりやすい。あれだけ人大好きだから、一緒にいる時間ちょっと長めに取ってあげて、離れる時間作ったらきっとなるんだろうなっていう感じがします。で、それに比べて、うちのルナちゃんですね、ルナは一人の時間がもともと好きな子なので、一緒にいる時間をどれだけ伸ばしていっても、一緒にいる時間の中に一人の時間を勝手に作る子ですね。なので、そういう子も中にはいます。自分でうまく調節できる子で、もちろん自分でうまく調節できる子はその子に任せちゃっていいと思います。ずっと一緒にいても自分で好きにね、距離感測れる子はそれでいいと思うんですけども、ただやっぱりね、強く依存してしまう場合ですね、その時にはこちらがね、自動的に離れるようなね、そういうことが自分たちでできないと思うので、やっぱり自分たちが意図的にね、そういうところをね、作っていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってます。で、まず大事なことっていうのが、ワンちゃんを飼ってから最初の1年間は、十分に時間を取れるようにしましょうっていうのが、私たちがワンちゃんにかけてあげられる時間が短くなってくると、何かを教えたりとか慣らしたりするのに、もちろんいきなりね、できる子もいれば時間がかかる子もいます。で、時間がかかる子に当たった時には、やっぱり時間をかけてあげられなければ、大人になってなっちゃってからそれを直していこうっていうのは非常に難しいので、ちっちゃいうちからならないようにするのが一番大切ですよね。じゃあまずどうしたらいいかなってなってくると、特に不安要素を持ってる子たちの場合は、十分な運動が一番大事ね。運動が欠けてきてエネルギーを多く持つと、そのエネルギーが悪さをして、余計に不安な子を作る可能性があります。なので、エネルギーをある程度表に発散することによって、ワンちゃんの不安な気持ちは大幅に和らげることができるんじゃないかなって個人的には思っています。2つ目ですね、ワンちゃんの成長ですね。さっきも、ちょっとお話したんですけど、子犬の時期に十分に時間を取ってあげて、で、そこの中で例えば運動をして休ませる、休ませる時とか遊んであげて休むよっていう時には、お家にいられると思うんですね、皆さんね。その時間をわざわざ離れるようにしていく。で、なんでかっていうと、急に長いお留守番なんかできないので、短い時間一人で過ごすということを子犬の時にどれだけやらせたかによって違うと思います。もちろん運動してワンちゃんが一人の時間寝てるでもいいですし、あとは運動してあげた後にワンちゃんが一人の時間を作ってあげて、まあやっぱり最初だからちょっと吠えたり騒いだりするんだけども、それでも人が離れてて、ああでもすぐ帰ってきてくれるんだって理解できるような形をとってあげたりとか、で、あとはワンちゃんが一人の時間寂しくないように、例えばガムだったりとかコングだったりとか、時間かけてできるものを与えてあげたりすることも工夫の中ではあるんじゃないかなって思ってます。で、なのでワンちゃんたちに一人の時間イコール寂しいではなくて、ちょっと我慢すれば帰ってくるっていうことを理解できるような環境の中でね、行動の繰り返しの中で、大人になるような成長するワンちゃんがそれが分かってきて、大人になって落ち着きが出てくるところまで、そういったことをできるかどうかっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかなって個人的には思ってます。なのでまずは、ワンちゃんたちに離れる時間をいきなり作ろうっていうことよりも、まず一番いいのはワンちゃんが一人でできる趣味を作ってあげるっていうのも大事かな。それとプラスアルファで運動をある程度取っていってあげる。短いお留守番から始まっていって、で、子犬から成犬になってエネルギーがある程度整ってくると、お留守番はよりやりやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思ってますので、やってみてください。
ください。はい、というわけでね、いきなりワンちゃんっていうのは、何か教える、理解してほしいって言ってもなかなか難しいので、大体は繰り返しの中で覚えていくことが多いんじゃないかなと思うので、いきなり最初が長いお留守番、長い我慢から入ったら絶対嫌だと思いますので、最初はね、短い時間の繰り返しからお利口さんにしてられたりとか、確かにちょっとずつお留守番時間が伸びてるよねっていう形を取ってあげて、そこからちょっとずつワンちゃん慣らしてみてはいかがでしょうか。